真面目なこと以外にもいろいろしたいって、もともと YouTube 開設する前に言ってたじゃないですか、うん、なんとですね、流行りに乗っかっちゃおうかみたいな。おお何乗っちゃおう、流行りに乗っかっちゃおうということで、何じゃーん、キツネダンスっていうのが流行ってるらしいんですよ。知ってます？最近ちらって分からない、キツネダンス、これなんかあれだろ、ファイターズに関係するんだろ。あ、そうですそうです、あの、うん、よく可愛い女の子たちが試合の勝利とかなんですか。私もその仕組みは、いや、よくどこの球団も7回終わるとグラウンド整理であるから、その合間に日本ハムだったら札幌で試合やってる時に7回終わるとファイターズガールっていうのかな、うん、そういう女の子たちがグラウンド出てきて、そのグラウンド整備してる間にこう踊るんですよ。まあパフォーマンスするんだよね。のそのパフォーマンスの一つのこのキツネダンスっていうのが流行っているので、せっかく元日ハムの広瀬先生なので、これをみんなで踊っちゃおうということです。やろう。踊り方が分かんない、すごい顔引きつってる。大丈夫大丈夫、踊り方が分かんない、ちゃんと教えるから。はい、分かった。任せて任せて。先生もお願いしますよ。まあ、あれちらって見たことあるけど、はい、もう楽しそうだね。予備知識ゼロでやります。予備知識大丈夫です。私がパッチリ。マスコットが必要なんですよね。マスコットもそうだけど、ファイターズガールが。キツネの格好して踊る？キツネ取り憑かれて踊る。はい。だね。ほら。お。あ、それキツネ？キツネか。キツネのね。ああ、耳だ。で、先生もこれやるのか。うん、でちゃん先生は、おお、挟んでる。あ、挟んでる。これ何？あ、作ったの？作ったんだ。これ何？これどれが？これ何なんだこれ？これスタッフさんの努力の賜物ですね。これは、自作自演は耳がこうだから、あれ？耳はこうだから、こうだな。あ、そうこういう風にしてほしいの。そこに耳が。だけど可愛いんだけど。やったー。すごい。そう、九番だ。九番だ。あの広瀬さんにこれ。あ、いや、それが。あ、そう。ということで、後でお楽しみに。やばい。これはちょっと。死んだ。位置が。位置が。位置が分かんないわ。位置を。待って、笑いが止まんないよ。はい、じゃあ、キツネダンス覚えよう、ということで、そんなに難しくないんですよ。パターンが数パターンあるので、それの組み合わせで、まず、一番大事なのはキツネの、これができるかが大事なのと、あとは、パー開いて、こう、っていうのが、いつも切り替えで入ります。なんで、こうやってやって、こうです、前に行くときは。はい、これを、まず一つ覚えてください。で、そこの間にいろいろなのがございまして、まずキツネさんらしく、そうなんですよ、皆さんキツネさんらしくこうやって前にこうやって、こうじゃなくて、なんかこういう風にやってましたね、はい、で、1、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4でさっき5、はい、そうです、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こうやっちゃった、はい、そうです、あった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 、それで、うん、耳つきましょう、ちょっとつけてよ、つけてくんないかわかんないもんね、位置が、ここ合わせてしまっちゃう、くっついたほらほらじゃあ皆さん本番です。耳もつけて気合い入って、しま、お願いします、一発で頑張りましょう、はい、お願いします。Yeah, yeah, yeah, yeah.
ッチ。イエーイ、ファイナル頑張れ。お疲れ様でした。なんかみんなともっと仲良くなった気がしますね、うん、先生とも距離が近くなりました、うん、ということで、うん、踊っても毎回恒例サインでございますですね、はい、うん、そして今回だけ私ちょっと歌の、うん、歌じゃない、踊りの先生として入ったので、うん、ちょこっとだけ入ってますのでよろしくお願いします。じゃあ先生、うん、お願いします、はい、うん、だけどさ、はい、お前ら、はい、シーンとするなよ。逆にお前、俺こんなのつけててシーンとしてる間にこんなのつけててサインしたの初めて。ね、真面目に、ね、盛り上げて。あ、そうそうそう。手が楽しかったよね。盛り立ててなと思って、せっちゃん先生。だけど、一応これキツネだったんだろ、うん、そう。ちょっとさ、これキツネの耳じゃなかったんだよな。あ、いや、それよりも、9番。そう、これがやっぱり人とはちょっと違うんですよ。いや、それもそうなんですけど、あの吸盤だから外すときポッて。そうなんですよ。だから落とす、ね、これがやっぱり人と違う、うん、はい、行きます、せーの。ありがとうございます、うん、ということでですね、キツネダンスをみんなで踊りました、はい、こちらのサインが欲しい方はですね、このチャンネルに登録していただいて、チャンネルの方の概要欄にございます、メールフォームから、サイン欲しいよという風な胸を、書いていただいて、ご応募お願いします。今回だけちょこっとだけ私のサインも入ってます。だからね、はい、やっぱりさ、このキツネダンス、うん、今までさないんじゃない、ファイターズの OB な、うん、ね、このお前吸盤つけてこうやってこんなってキツネを踊るっていうことは、それだけさ、うん、やっぱりファイターズ選手なんとか3着入ってるね、うん、今シーズン、本当ですね、クライマックス、クライマックスでこれを踊りたいよね。いや、確かに混ぜてもその時まで完璧にしましょう、ね、そう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 、だから、はい、なんとかファイターズの諸君3着まで、はい、3位でいい、3位でクライマックスお願いします。お願いします、お願いします、はい、チャンネル高評価そしてコメントお願いいたします。次回もお楽しみに。バイバーイ。